ショップの福袋ってやっぱ競争率やばいよね。そうそう、今年なんて確か徹夜組もいたし、やっぱもうちょい誰か誘って分担しないときついかも。あ、転校生、あんたお正月の予定って。ああ、いやごめん、やっぱいいわ、忘れて忘れて。だってあんたどうせあれでしょ、お正月もクエストでしょ。っていうかあんたの場合そうじゃなくてもむしろ休めって感じだし。何よ、うちだってたまにはちょっとくらい気を使います。あんたにはうちも今年もまあ割とお世話になったっていうかさ、結構クエストとかそれ以外でも一緒になったじゃん。だからあんたが頑張ってんのうちだってちゃんと知ってるし、頼みたかったのも荷物持ちとか順番待ちとかそういうのだからさ、ほんと気にしなくていいから。っていうかマジ正月くらい休みだって。あ、でも明日整理券取りに行かなきゃなんないからそれは手伝ってね。もうマジやばいんだって、新春初売り大セール、行きたいショップが多すぎてさ回りきれないっての。だから気合い入れて計画練ってんの、このために頑張って貯めてるし。うちクエストはあんま行かなかったけど、あれよ、アクセ作ってさ、そうそう、フリマとかネットとかでも結構売れるのよね。来年までにもっと貯めていっぱい買うんだ、超楽しみ。はあ、そんで結局こうなんのね。ああ、ごめんごめん、明けましておめでとう、今年も早速よろしく。はあ、もうどうしたもこうしたもないっつうのよ。クエストよクエスト、正月早々強制の。まあ自業自得なんだけどさ、あれよ、年末の抜き打ち風紀委員一斉見回り放送時ってやつ、ほんと油断してたわ。うちその時アクセ作ってて、で風紀委員が部屋に入ってきたのがちょうど魔法使ってたとこでさ、もう目が合ったまましばらく動けなくなっちゃったっつうの。現行犯だから言い逃れもできないし、マジ最悪。そんで入れられちゃったの、罰としてこの警備クエストを。当然計画も全部パーよ。ああ、欲しかったな福袋。整理券、ああ、行きたいって言ってた子がいたからあげた。せっかく並んで取ったけど、まあ無駄になんなかったからよかったわ。ああ、でもなんか思い出したら悔しくなってきたわ。決めた、クエストが終わったらうち報酬で爆買いする。セールは終わってるだろうけど、いいのが見つかるかもしれないじゃん。ほら、残り物には服があるって言うし。そうだ、あんたも一緒に行こう。うちの好きなショップメンズも結構いいのあるし、なんならうちが選んであげるからさ。何よ、遊びも休みのうちでしょ。はい、決定。よーし、モチベ上がってきた。今年も頑張ろう。